洪水アップ、時刻は6時57分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。スタジオいい香りに染まってまして、さんまだし香る醤油ラーメン、美味しかったですよ、打ち合わせのところに、いやいやいや、もうこれ美味しいですね。美味しいです。結構さんまだしが効いてる、さんまの、これが本当カップ麺とは思えないね。ねえ、本当ですよね。びっくりしちゃった。本当、はい、でももう震災から9年が経つんですね、間もなくね。ああ、そっか、大変だろうね。うーん、僕らはこれ食べるぐらいしかできないけどね。え、うん、でも食べて応援っていうのもね、 そして行って応援と、そういうことです。うん、今日もよろしくお願いいたします。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、ご意見お待ちしてます。メール COZY 浩司アットマーク 1242.com です。2月28日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。今日の天気は晴れのち曇り、今日本放送屋上の温度計 3.3 度しかないと、寒い朝を迎えてますね。今日は暖かくして過ごしましょう。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュース、こちらです。IOC のバッハ会長、東京オリンピックの予定通りの開催を強調。 IOC 国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長は27日、電話会見をしました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、東京オリンピックの開催について憶測が広がっていることを踏まえまして、IOC は7月24日に始まる2020年東京大会が成功するよう全力を注ぐと述べ、予定通りに開催に向けて準備を進めることを強調しております。まあ、いろんな憶測が飛んでますけれども、憶測の日には油を注がないというふうに話してます。要するに、お名前忘れましたけど、カナダのおじさんがね、パウンドさんという不用意な発言をし、はい、それをまた不正確に報道したんだと思います。もちろん彼もプロですから、はい、いろんな慎重に話したんだと思いますよ。だけど大体そういう時の報道っていうのはいいとこだけ取るから、はい、ね、一番センセーショナルなやつをバーンと出すわけだ。そうすると、このおじさんきっと困っちゃってですね、はい、やばいと、これはちょっと修正しなあかんと、軌道修正してもう一回会うわけですよね、はい、だけどやっぱり効果がないわけですよ。だからしょうがないから、バッハさんが出てきて、はい、とにかく公式見解はこれだというふうに言わざるを得なかったんじゃないかなと推測しますよね。まあ、情報管理としては非常に下手。IOC 下手ですね。だけど、まあ、それは取材する方が悪いと言ってんじゃないでしょ。取材する方は当然、当然決まってんですよ。まあ、今一番の関心事だということですね。一番ね、長老かどっか知らないけど。はい、なんかそうらしいですね。何を思い上がったか知らないけど、ペラ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 喋ったわけだ。はい。普通は黙るんですよ、そういう時は。それをやるのはいかがなものかなと私は思いますけどね。まあ、その辺の、情報の出し方。うん、まあ、日本がどう見られてるかっていうところも含めて、やっぱこういうのが一人歩きしてしまうっていうのはね。まあ、それは当然なんですよね、こういう状況ではね。だけども、それだけじゃ、委員やってて、何やってんのって言いたくなるね。まあ、大規模なね、スポーツイベントもいろいろ中止なども決まってますよね、これ。まあね、日本全国でしょうね。でもね、僕ね、はい、ちょっと気になることがあって、このアメリカのなんかいろんなのも読んでると、はい、無責任なこと言うつもりなんですよ、。医療の専門家でもないけどね。だけど、はい、この病気のね、っていうか、このコロナウイルスの特徴は、はい、ね、その致死性が低いことだと。低いから症状が出ない。はい、ね、症状が出ないからわからない、ね。だからどんどん感染する。はい、ね、だから、致死性は非常に低いんだけども、止まらないんだと。そして他の人が言うには、もうこれ要するにアメリカ中に来るんだと。はあ、もうすでに。来るんだと。で、それを前提にしても彼ら動き始めてるんだと思いますけれども。はい。ですから、これは
本当に誤解を恐れずに、そしていい加減なことを言うつもりはないんだけども、相当広がっていく、で、1年ぐらいしたら、これは1年か何回かかかりませんけども、はい、季節性のものになるんだっていう人もいるんですよ。うん、冬になると。問題は我々は分からないことだけであって、はい、分かってしまえば、というふうな言い方をしているアメリカの CDC の人が言ってましたかね。ですから、我々必要以上にいつも言うことですけど、パニックになる必要はないと思います。まあ、専門家に言わせるとそうですよね。うん、8割方は軽症で、あるいは症状が出ない人もいると。まあ、だからこそ歩き回っちゃうから、そこで感染は広まるけれども。飯田さんとか新業さん関係ないわけ。私みたいに65を過ぎるとですね、危ないのよ。私をやってください。私はいいですけども、もっと重篤な方で彼らの命を守ることが第一になっていくっていうのはもう当然のことだと、世界中そうなると思います。そこのためにその医療の余力みたいなものも残しておかなければいけないしと。ただまあね、なかなかそれをその1億数千万にですよ、はい、周知するっていうのは非常に難しいことで、そこにいろいろな誤解ないしご批判があるのはこれ仕方がないなと。ある程度はね。まあ今その一番批判を呼んでいるというのは小中高校の閉鎖というところ、臨時休校要請というのがありました。これ後ほど、はい、おはようニュースネットワークのゾーンでまたじっくりとお話を伺っていこうと思います。まずは IOC のバッハ会長、東京オリンピック予定通り開催強調というニュースを取り上げました。続いて C の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分に今なりました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が全ての小中高校に3月2日からの臨時休校を要請。政府といたしましては何よりも子どもたちの健康安全を第一に考え、多くの子どもたちや教員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点から、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について来週3月2日から春休みまで臨時休業を行うよう要請します。安倍総理大臣は昨日、総理官邸で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部で、私立を含め全国すべての小中学校、高校、特別支援学校に3月2日、来週の月曜日から春休みに入るまで臨時休校とするよう呼びかけました。また感染拡大抑制などのため必要な法案を早急に準備するよう関係閣僚に指示しております。かなりこれは強い危機感というものの表れとも言えますかね。まあ、しかし僕は当然だと思いますね。はい、要するにこの問題、おそらく世界的に広がっていくことですから、はい、この日本についてはもうここで止めなきゃいけないということですよね。まあ、少なくとも止めることができなくてもスローダウンしなきゃいけないということですが、はい、まあね、某新聞なんかにはこう書いてあるわけですよ。今朝の紹介、ね、影響は甚大でね、はい、根拠説明しよう、はい、根拠説明っていうけど、これ要請なんですよ。要請なんですね。うん、要するに命令できないんです。命令ができない、うん、なぜできないかって法律がないからですよね。それでね、これなんて言ってるかっていうとね、はい、子育て中の医療者が休んでね、どうすんだと、はい、じゃあ子育て中の医療者のお子さんたちが感染したらどうすんだと、同じですよ。ですから、こういう批判のための批判なんかしちゃもね、意味がないんですよ。それよりもね、まあ、今こんなこと言っても僕はしょうがないと思うけれども、はい、これってまあよく言われるのは強制力がないじゃないかと。確かに、ね、だから全く無責任だと言うけど、はい、強制力があって責任あることをやるためにはですよ、はい、それは強制力のある法律を作んなきゃいけないんです。役人というのは法律を従ってやるんでね、法律を執行するんであって、はい、法律にないことをできるわけないんです。それをや仮にやったら法律違反になるし、それで被害が出たら国家賠償になるんですよ。そんなこと役人ができるわけないですよね。ですから役人に物事を書かせると変なのを作るけど、はい、だけど彼らだって一生懸命
命法律に従ってやってるわけだ。だとしたらこういう事態を想定するんだったら強制力、はい、非常事態の時にはね、強制力をちゃんと使えるようにして、はい、で国民に理解をできるように法律をちゃんと準備しておく、これが本来あるべき姿でどこの国だってやってることですよ。日本だけですよ、戦後やってないのは。うん、ね、この新聞もそうかもしれないけども、はい、こういうことにみんな反対してきた人たちもいるわけだ。まあ、結局その緊急事態の法制っていうのは、そう、あの自分の権利の制限を伴うわけだから、そう、それは当然基本的人権の制限が入ってきます。まあ、緊急事態ですからね。緊急事態ですからね。ただそれをやるとこうリベラルな特に新聞とかメディアは大反対を今までしてきた。個人の人権とそれから公共の利益というか、はい、国益と呼んでもいいでしょうけど、うん、そのバランスを私はいつも言ってるんですが、はい、ちょっとあの日本は取ってこなかった。そうすると何も起きないときはそれでいいんですよ、はい、だけど起きたときには対応できない。だから学校をどうするかっていうのも根拠法がない、はい、だから要請せざるを得ない、要請したら 何の根拠、根拠なんかそれはなかなか言ってる暇はないでしょう。それよりもあの一番リスクの大きい不特定多数、はい、もしくは狭いところで多くの人が集まる、ね、その時に子どもたちをどうやって守るかって考えたら、これがもう苦肉の策ですよ。ね、だけどこれ法律があれば、はい、もっと早い段階でちゃんと説明ができて、しかもそれが実施されてたかもしれない。あ、段階を踏んでここまで行くかもしれませんよ。そう、この法律ありますよねと、この法律に従ってやることを検討しますと、で実際に検討した結果やっぱり必要でしたと、はい、ですから法律に従ってやるんです。こう言えば説明になるじゃないですか。僕はそういう意味では、なんていうかな、重要なこと、国にとって重要なこと、それからコミュニティにとって重要なことについて、はい、今まで非常事態法に関係する、国家安全保障に関係することも含めてですけれども、はい、非常事態について対応する法律というものをことごとく作ってこなかった。このツケですよ。でこんなこと今言ってもしょうがないんですよ。ですから私はこれ以上言いませんけれども、はい、これを教訓にして、ぜひ、今後はね、今からでも遅くはないですから、しかるべく法律を作って、そして国民に理解を得られる形で強制措置を取るというふうにしていかないと、やっぱりこのままこんなことをまた10年後20年後に繰り返したら僕はとんでもないことだと思います。これ諸外国であれば、やっぱり、まあ、あの緊急事態法制なり、あるいは場合によってはこれ戒厳令出して軍隊が出てくるということだって可能性があるんですよね。でそれはあの行政府の裁量の中に法律があればできる、で大体あるんですよ。みんなどうなんですか、そういうのっていうのは法律であるのか、あるいは憲法に囲まれてるっていう国も、まあ、あの普通は常識ですからね、まあ、普通の国はね、国を守るという意味では、そうそう、だから日本はその意味では、1945年以来常識がちょっと変わってきましたから、それは仕方がないにしてもですね、はい、元に戻すことは僕は可能だと思うんです、いい意味でね。それからね、もう一つ気になるのはね、はい、あのじゃ あの強制力で全部やれって言うけども、これね、アメリカだって別にあの CDC でしたっけ、あの機関がね、疾病対策センター、疾病対策センターが全部やれってやってるわけじゃないんですよ。基本的には医療の問題っていうのは当然ですけれども、はい、各州各地方でやるの、はい、だって状況がまるで違うのに、全国一律でこれやれったってうまくいくわけないんですよ。あれ、日本だってそうですよね。日本だって都道府県が責任持ってやってるわけでしょ、はい、ですからその意味ではあの構造的に難しい部分はある、それは認めます。だけどもだからこそそういう時にどうするかというルールを初めから作っておかなきゃいけないということですよ。それがね、残念ながら、はい、まあ、今からでも遅くはない、あの法律を整備せよとおっしゃってるわけですから、どんどん作って、ね、で国会でどんどん急いで、ね、国会が閉鎖される前に取っちゃわなきゃいけないんですよ。そうですよね、国会議員に感染者が出た場合はっていう想定やってましたけど、そこにいた議場にいた人たちみんな濃厚接触者になっちゃうと、そうしたらどうするんですかと、なこと考えたことないんですか、そうですかと、じゃあ同じでしょうと今の話と。確かに、国権の最高機関が、じゃあ、あの、業務継続計画がないっていうのとほぼ等しい。お笑いですよね、それは。確かにそうですね。ずっとぬるま湯に使ってきた。諜報機措置でやるんかいと。ああ、確かに。ええ、法律は法律作れないどうするんだと。そうですよ ね。あの州3両院あって、州がダメなら3がやるみたいなのは決まりとしてありますけど。ありますけども。でも両方。両方いっぺんに行っちゃったらどうするの、同じビルですよ、あれだって。つながってんだからね。建物一緒ですね。確かに。はい。これ、あの、全国からメールをいただくんですが、はい、あの、すでに、
学校は休校しているところだってあるというご指摘、北海道釧路からいただきました、あんこさん40歳女性の方、すでに習い事もすべて休み家で過ごしてますと、昨日からですと、上の子は卒業控えていて6年生を送る会参観日、地域のボランティアの方々に感謝を伝える会などでさまざま中止になりました、卒業証書を代表者1名が受け取ることになりそうです。まあ、仕方ないと思うしかないんですが残念ですよねと。そうですね、楽しみにしてた人もいるかもしれないけども、これこそ緊急事態、非常事態ですから、そこはやっぱり我慢することは我慢しなきゃいけないのかな。辛いんだ ね、お子さんに、まあ、こういうことなんだよっていうのをちゃんと説明できるように。そしてもう一つのニュースがですね、イギリスの EU 離脱についてです。離脱後の EU との交渉方針、イギリスは決裂も辞さない構えということであります。9月までの最終合意を目指しているけれども進展がなければ6月で打ち切ることも辞さないという。また言ってんのこんなこと。また言ってんの。ジョンソンさんもね、要するにこの問題国内で、メイさんは、まあ、その非常にバランスをうまく取ろうとして失敗こいて、それでうまく EU からも見放されね、国内で負けちゃったと、てか、まあ、あの圧力で失脚したわけですよね。で、まあ、ジョンソンさんはそれに代わって、まあ、勇ましいことを言う、勇ましいことを言うとそれなりに国内は一致団結するかもしれないけど、だから相手はね、だからってどうなのよと、あんた勝手に出てくんでしょと、ふざけんなと、ね、こっちにはこっちの立場は他に20何カ国もあるんだぜと、こうなればガチンコになるのは時間の問題なわけですよ、ですからね、それ辞さないって、決裂辞さないどうすんのと、じゃあ合意なき EU 離脱すんのと、でカナダ方式とか言ってるけど、カナダはカナダからなんですよ、イギリスがあんなむちゃくちゃやってるんですよ、それでカナダと同じって美味しいところだけいただきますね、そんなわけにはいかないんだよね。ですからその意味でね、この僕はジョンソンさん、あの少なくともメイさんよりは政治家としては上だとは思うけども、これ簡単にあのガチンコでやって、で国内では拍手喝采かもしれないけど、本当にこれがイギリスの国益なんかいなと、ということを時々思うことがあるんですよね。そうすると徐々にですけども、いつも言うことですがイギリスの黄昏というか、大英帝国の黄昏なんだなと、こうなっちゃいかんなと、いうふうにつくづく思うわけです。これ日本もイギリスの間でもう一回貿易交渉しなきゃいけないんですよね。そうなりますね。まあ、だけどそれはまあそんなに難しくはないでしょうね。ただ EU は近いから、それでアイルランドの問題もあるし、北アイルランドの問題もあるし、大変だと思いますよ。まあ、ほとんどのその貿易の大部分は EU との間で占めてるわけですよね。そうそうそう。ここでね、日本も英語喋るからイギリスに進出したわけだけど、まあ、英語喋るだけじゃもうね、ヨーロッパ人も、大陸のヨーロッパ人も英語ちゃんと喋りますから、いろんな意味でイギリスの時代が少しずつ変わりつつある。まだ終わったとは私は言わないですけどね。この時間、外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、教えてニュースキーワード。7時26分です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。サウスカロライナ、アメリカ大統領選挙における民主党の指名候補を決める予備選は今のところアイオワ州、ニューハンプシャー州、ネバダ州の3州での投票が終わっておりますが、2月29日からは4番目の南部サウスカロライナ州に舞台を移します。このサウスカロライナではこれまでの3つの州とは大きく異なる点がございます。州全体は共和党が強いというところだそうですが、民主党は圧倒的多数が黒人の方、この州の民主党予備選の結果はどの候補が全米の黒人から支持されているかを示唆するので非常に注目されているということです。またサウスカロライナ州の結果が予備選最大の山場と言われる3月3日のスーパーチューズデーに大きな影響を与えると見られているため大事な戦いだとされております、というこのサウスカロライナ、アメリカの地図で見ると、どちらかというと 東海岸で、それでワシントンの下に、まあ、あのノースカロライナの下にあるんで、まあ、南部ですよね、南部とで南部でこの地域は、
まあ、昔はプランテーションもあって、で黒人奴隷がいたところですから、はい、人口の割合は全米の中でも、アフリカ系の人たちが多いところの一つです。そして、南部ですから極めて保守的なんですけれども、はい、しかし民主党にはそんな保守的な白人の人たちは投票しませんから共和党に投票しますから、はい、結局民主党の中の予備選をやるときには、有権者のおそらく6割近くはアフリカ系だと言われているわけですよね。そうするとアフリカ系の票を取りやすい人がここで1位になりやすいということなんですよ。これが前提ね、はい、で今そのアイオワ、ニューハンプシャー、そしてネバダとやってきて、はい、一番注目されなかったというかかわいそうなのがジョー・バイデン元副大統領ですよね、はい、で彼がおそらく一番アフリカ系に強いんだとずっと言われてきたんだけれども、うんうんうん、アイオワはまあ白人多いし、はい、ニューハンプシャーもそうだし、うん、それからネバダの場合はむしろヒスパニックというね、ラテン系の人たちの方が多いですから、はい、そうなるとバイデンさんがそこで全部負けてるわけですよ。しかも悲惨に負けてるわけね、はい、どっちかっていうと4位5位とかそういうのね、4位5位か今度2位ですから。でも今度また3位4位じゃもうこれダメなんですね。それから彼にとってはもうなんていうの、背水の陣というか最後の賭けですよ、はい、それをここでアフリカ系がこれだけ多いから、うん、1位をダントツで取らないとですね、はい、3月3日のスーパーテューズデーに勢いはつかないというのがまあ基本的に言われていることなんですよ、じゃあバイデンさん楽勝かというと実はそうじゃないんですよね。おいろんな世論調査を見ていると、うん、まあ、数はいくつか違いますけれども、はい、サンダースさん今まあトップを走ってるね、サンダースさんだって、4分の1ぐらいアフリカ票のね、外系の票の4分の1ぐらい取ってるって話もあるんで、そうなるとですね、バイデンさんが圧倒的に勝利という感じでもない。まあ、地域には、当然、日本もどこも同じですけども、地方にやっぱり政治のボスってのはいるわけですよ。で、アフリカ系のアメリカ人の、なんていうか、コミュニティの、まあ、ボスみたいな人がいて、はい、で、その人がバイデンさんを応援するというふうに言ったんで、まあ、おそらくバイデンさんは、勝利は固いでしょうね。おそらく。だけど、うんうんうん、問題は勝つのは上がってんだから、はい、ね、本当はその次のスーパーティーズデーにつながるような圧倒的な、うんうんうん、もしくはアフリカ系だけじゃなくて他からも票がバッと集まってきて、うん、お、ボイドのこのこ寄るじゃねえかというふうにならないと、あ、やっぱりサンダースさんの優位というのは、はい、結構続くんちゃいますかね。で、アフリカ系のアメリカ人の票というふうになるとバイデンさんが圧倒的で、はい、そして例の若いピート・ブティジェッジさん、ね、これもダメですね。ダメですか。それからエリザベス・ウォーレン、これもダメですね、はい、やっぱアフリカ系では圧倒的に、バイデンさんが強いんで、ちゃんと頑張んなあきまへんよバイデンさん、ここでアウトだったら大変ですよって、こういうことです。もうそれこそスーパーチューゼに行けないかもってぐらいですか、うん、行ってももうフラフラフラってなっちゃうと、うん、そうなったら一番困るのは民主党の主流派で、はい、サンダースさんが勝ったら、うんうん、もう目も当たらないとみんな言ってるわけ。でもいや、サンダースは絶対勝つんだっていう人もいないわけじゃないんだけど、どちらかというと、うん、まあ、サンダースになったらもう民主党はアウトやなと私は裏では思ってますけど、うん、今日のキーワード、サウスカロライナでした。 OK コージーアップ、時刻は7時35分です。さあ、メールやツイッター様々いただいております、こちらはですね、イコノベさん、横浜都筑区の方メールでいただきました、我が家には保育士が2人います、小中高生は一斉休校のようですが、幼稚園保育園は通常開園と、健康に気をつけて頑張ってほしいところですと、そして、まあ、この保育園についてノンママさん、横浜神奈川区の方、保育園児の健康安全は国は守ってくれないんでしょうか、保育園に通所の医療関係の方もいるし、保育園が休みになったら医療関係機関混乱するのも分かりますが、そして、母子家庭、父子家庭の方もいます、働かなくては食べていけない家庭もいるのも分かりますがと、だからこそ国の力で助成なり保障なりしていただいて、子どもは全て同じ扱いにしていただきたいですと。まあ、これ働いてる人の救護保障なども含めて、まあ、走りながら考えるってことになってくるんですかね。じゃあね、本当はいけないんでしょうけどね、そうならざるを得ない。まあ、ちゃんと後でしっかりと反省をしてやるべきことはやらなきゃいけないですよね、まあ、予備費の活用とかいろいろ方法はありますね。あります。さあ、この後は新行一課のいってらっしゃいをお送りいたします。今週のテーマ、ジグソーパズルです。 OK コーズイアップ、
時刻7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と新行一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、続いてはここだけニューススクープアップです。ね。注意してね。注意して。今日は、ね。今日は特にね。そうですね。ええーはい。まあね、暗い気持ちを吹き飛ばすかのとく、はい。そうですね。この時間、最後のニュースを、アスクープ見えなかったと思いますけど、歌舞伎の格好したらね。そうでしたね。見えを切っています。見えを。よかったよかった。今日はね。さて、今日お送りするテーマはこちらです。中国の外交官が安倍総理らと会談へ。焦点は習近平氏の訪日か。外務省は27日、中国の外交担当トップ楊潔チ共産党政治局員が今日から明日までの日程で来日すると発表しました。北村国家安全保障局長と東京都内のホテルで会談し、4月上旬に予定している習近平国家主席の国賓での来日について協議するとみられております。また楊氏は安倍総理を表敬訪問し、茂木外務大臣との会談も予定しているということです。まあ、中国の中でもこの武漢だけでなく、うん、新型コロナウイルスっていろんなところに広まってるんで、まあ、それもあるんでどうなのよというのがありつつですね。あと、まあ、国内、日本の国内では、はい、なんで呼ぶのよと、キャンセルしろという声もないわけじゃないわけですよね。こっちからキャンセルしてやれっていうの声がね、うん、そうそう。まあ、だけどね、私はいつも申し上げてることですが、これはいいチャンスだと思っているんですよ。いいチャンス、うん、だってあれでしょ、今習近平さん、中国国内でも非常に苦しい立場ですよね、はい、国際的にも苦しい立場だ、ね、そして日本に来るって話が動いていて、はい、でそれは国賓ですよね。でしかもあれでしょ、なんか第5番目の文書を作るとか作らないとか言ってるわけだ、そうです ね、うん、当然天皇陛下にもお会いになると、はい、お住まいやら食事もするとこうなる、そしたらね、うん、私がもし総理だったらですよ、はい、おう習さん来るのと、ね、そしたら、ね、今まで言いたいことね、言えなかったことはあるかもしれないけど、全部言うだろうと。全部言うだろうと。香港なんとかせえと。ウイグルなんとかせえと。はい。ね、うん、でも人権ちゃんとやれと。うん、情報公開やると、うん。なんだこのコロナウイルスはと。こういうことを言いたい放題言う。はい。そうすると向こうは、って言うわけですよ。なんか、ね、こっちはもうほら、紙持ってるからね。この紙欲しい。作りたいでしょ。第5の文章、第5の文章と、ね、うん。陛下と食事したいんでしょ、うん、陛下にお会いになりたいんでしょ、うん、だったらや、ちゃんとやれよ、お前。と、こうなるわけで、うん、圧倒的にうちの方が有利だから。はい。ね。嫌なら来なくていいよって言えばいいんだよね。それで、おそらくこういう形で、楊潔さんが来る。はい、そして、国家安全保障局長と会う。これはまあ、普通のことなんですけど、こういう時に、今申し上げたようなことをギリギリやって、はい、ね、それで少しでも、譲歩させる、政策変更させると、いうのがあるべき姿だと思うんですよね。その意味では、私はまだ、こちらから、はい、キャンセルする必要は全くないと思ってるんです。なるほど。ただし、そのニュースを見ててもいただいて、一つ気になってるのはね、はい、来日の準備の一環として、両国政府が今月下旬に予定していた日中経済パートナーシップ協議など一連の会議が延期された。はい、ということはまさに今申し上げたような、協議ができていないっていうことですよね。で、協議ができないっていうことはね、はい、文言がつまらないっていうことなんですよ。そうすると、今すぐにキャンセルだとか中止だとか延期だとかいう話にはならないかもしれないけども、じゃあどうすんのと。はい、これ本当にパートナーシップ協議ができないと文言が詰められないから、はい、まあ、それはドタバタで詰めることは不可能ではないけど、そうするとスカのもの、中身のないものになっちゃうから、中身なくてっていいんだけど、別に。だからそういうことを考えると、はい、なかなかちょっと事務的なレベルの、はい、積み上げというか、それがなかなか難しくなるかもしれないなと思いました。これどうなんですか、中国って国は、その中身がスカスカの状態でも、来るとなったら来るのか、それとも中身詰まってなければ、やっぱ延期するか。まあ、それは習近平さんに聞いてほしいんですが、私が彼だったら、とにかく自分の政治的な立場、もしくはリーダーとしての権威、はい、もしくはメンツ、中国の、これが侵されないんであれば、それは期待でしょうね。あ、うん、
そしてそれが来ることによって何らかのメリットがあればね、はい、だけどメリットを感じなくなってくる可能性はありますよね。なんでこんなところにのこのこ行ってね、うん、でこんなスカみたいなのやってきて、うん、なん中国でまだ人死んでるんだぞ、何やってんのお前はと、こう、まあ、中国ではそんなことは起きないけれどもね、そんなこと書いたらすぐに削除されちゃうんだけども、はい、しかしみんな内心を持ってるかもしれないから、その意味では、まあ、来るも地獄、来ないも地獄でしょうね、うん、彼にとってはね。じゃあ日本としてはもうガンガンそういうのを突きつけて、尖閣にもお前来んじゃねえぞと。そうそうそう、お手並み拝見ですよ。もっともね、尖閣、じゃあ分かりましたって、ごめんなさい、私尖閣には行きませんので言うわけはない。言うわけないです。言うわけはないけどね。ああ。それはそう。だけど、こっちだって言いたいこと言わなきゃ。ふざけんなよと。これそうやって文言も詰まってこなくってメリットを感じなくなったら、うん、向こうから自然と降りますか。ここが難しいところで、彼が辞めるって言ったら、これなんていうの、自分であれだけ宣伝しといてメンツ丸つぶれじゃないですか、はい、だから日本側に断ってほしいわけよ、当然ね、うんうん、ね、うんうん、だけどこっちは別に断る必要ないんだからね。おー、ね、はい、だからもしかしたら今回協議してどっちが先に言い出す、なるほど、うん、どうする、同時に言うとか、そういう話になっていないことを祈ってますけどね。なるほど。ただいろんな全ての可能性を考えなきゃいけない時期ですから、うん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 、そういうことも含めて率直な意見交換をした方がいいと思いますよ。ああ、いやでもこれきっと面白いなと思うのは、うん、やっぱ国民の感情というか、としては、こっちから断ってやるよっていう方が、なんとなくスカッとするけれども。うん、スカッとする。気持ちいいんだけどね。でも、そうじゃないんですね。こっちは優位にあるわけですから、はい、もう粘るに粘って言いたいだけ言って、それでちゃんと、譲歩させるというのが本来やるべき外交だと思います。今日のスクープアップ、中国の外交トップ楊潔氏訪日と、習近平氏の訪日についてというところを掘り下げてお話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーで配信していきます。番組ホームページご覧ください。 OK コーズアップ、時刻は7時51分です。来週の OK コージアップなんですが、はい、すみません、ちょっと私遅い冬休みをいただきます。いえ、断ることはないよ、だって俺もう休んじゃったもん。すみません、ちょっと休んでしょ、あとはダメよ僕が休むと、そう、私やんなきゃいけないから、プレーパーソナリティやんなきゃならないっていうね、はい、ということでですね、来週新業アナウンサーお休みでございます、はい、ね、リフレッシュして元気になって帰ってきてちょうだい。ありがとうございます。で、来週1週間はですね、日替わりのアシスタントと一緒にお送りいたします。2日月曜日、東島エリアナウンサー、3日火曜日、坂本理沙アナウンサー、4日水曜日、前島香音アナウンサー、5日木曜日、熊谷美穂アナウンサー、そして6日金曜日は広田美幸アナウンサー登場という1週間でございます。はい、来週も飯田浩司の OK 浩司アップ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、もう今日は、小中高校のこのお休みこれについてっていうのがね、もうたくさんいただいております。ありがとうございます。群馬館林からいただきました。会社役員の39歳の高尾さん、初投稿ですと、ありがとうございます。39歳で建設業やってますと。そうですか、僕とほぼ同い年、いやー、この責任を感じながらって大変ですよね。安倍総理の学校休校要請の件、2児の父として不安ではありますが、劇薬という表現その通りとラジオの前で叫んでしまいました。まあ、批判だらけじゃ今の社会の仕組みは成り立たないよなと夜のニュースを見ながら考えたところです。これを機に今までの日本社会の仕組みを考え直すきっかけになってくれたらと思います。ピンチはある意味チャンスですからねと。さすが、その通りですよね。ねえ、それからですね、米印さん提案ですと。この臨時休校要請ありましたが、学校に行けない子どもたち向けの日中の番組を企画し放送してほしいです。学校の授業連動とか、今回の件を踏まえた子ども向けの衛生教育、さらに子どもリクエスト、お便りでトークを広げるとかいかがでしょうかと。なるほど、うん、いい提案ですね。確かにそうですね、そういうことも本当、いやー、やっぱ皆さんの方が進んでるな。なんか自分の生活どうしようとか自分の子供みたいなことばっかり考えちゃうんですけど、確かにこうやって企画の目とかっていっぱいあるわけですよね。子供がラジオに戻ってくるかもしれないよ。そうですね、何やったらいいんだろう。でも昔ね、
電話相談室とかあありましたよね、ありましたよね。あれ確かに、うん、確かにそう、そういうのをやってみるとかね。手はいろいろあるし、ね、あこっちから宿題出してもいいですよね。これ宿題が間に合わなかったって人が結構あるみたいですね。そうです。昨日決定、今日が最終日となると。あ、じゃあ、あとはですね、お子さんが泣いてらっしゃるという方もいらっしゃいました。卒業式ずっと準備してきたのにというね、こちら春ママさん、中3のお嬢さんがいてと、で中学3年生のお嬢さんは保育園の卒園式の時が311と重なって式が縮小されたんですよっていう、9年前と考えるとそうかというね、これ収束したらね、別に卒業した後にそうもう一回勉強やればいいんですよ。みんなでもう一回集まれ、いろいろなことを考えますね、はい。たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。お送りしてまいりました、 OK コージーアップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、ビッグカメラから大日工業のハイブリッド加湿器、お一人の方にプレゼントです。豊島区の田村義孝さんご当選です。おめでとうございます。来週月曜日コメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。今朝は外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。三宅さんありがとうございました。ありがとうございました。メールやツイッター本当たくさんいただきました。今日はありがとうございます。サックスウェイさん、宇都宮市62歳会社員の方、学校休みにするなら親も休みにさせなければいけませんよね。しかし有給休暇が減らない、しかも有給休暇が減らない措置で、それをしないとただ子育て世代を困らせるだけだと思います。そこにそうやじゃん。俺もサックスウェアじゃん。サックスウェアかな。嬉しいな。学童の社員をされているという48歳男性、匿名の方。横浜市の民間学童に勤めていて、朝8時半から子供を受け入れることになりました。民間学童は公立の学校、私立の学校を一緒にみんな過ごす形になります。狭い空間に30人くらいになります。感染予防、拡散防止のため休校になったのに自宅で待機しなくていいのか、それぞれ家庭が仕事の都合で子供を預けなくてはならないのは分かりますけれども、スタッフの確保だってできませんよと、1ヶ月続くと思うと不安でなりませんと、いろんなところに支援されてますね。うちはもういなくなったからいいけど、いやいやいや、ね、小さい子がいたら大変ですよね。そうですよね。宮城さんどうもありがとうございました。この後ハッピーです。この後8時から生放送、春風亭一之輔、あなたとハッピー。